このプランは米子市が取り組んでいるフレイル対策を応援しようとフィットネスジムナインズが始めました。筋力が衰えていく40代から運動習慣を身につけ、いつまでも元気な体づくりをサポートしようというもので、市公認のネバーギブアップトレーニングネギトレをベースにしています。この日は伊木市長もジムを訪れ、参加者らと一緒にトレーニングを行いました。日頃の運動不足をちょっと実感をしてしまいましたけれども、市民の皆様にはそのようにならないようにですね、ぜひ運動等をしていただけるように我々は呼びかけていきたいと思っております。私も頑張りたいと思います。